いや、これは。ようこそお客様。でも一ついいですかな。アポイントメントぐらい取りなさい。うるせえ、ローリー。俺様から奪ったあの秘伝書返してもらうぜ。ああ、あなたはあの時の。どうですか。どこかに隠れていたというわけですね。お行儀の悪さはお父さんそっくり。お仕置きをしなくてはいけませんね。どうしましょうか。私のスーパーボディブレスであなたをぺーちゃんこにして差し上げますわよ。行くぜ。よろしいですか、スライクーパー。次のボス、バグショット、彼には絶対払いませんからね。しかも、彼のアジトはギャングだらけ。アライグマどころか、ネズミ一匹侵入できません。ローリーに返してもらった秘伝書のページには、俺のご先祖、リッチー・クーパーの編み出したポイントジャンプという技。かつてご先祖が日本の城に忍び込む際に編み出した技らしい。ローリーの飛行船から抜け出そうとしたら、やっぱりやってきましたカルマリータちゃん。でも一歩遅かったな。代わりにローリーを頼んだぜ。ストームジェネレーターが止まったおかげでこの辺りの海も静かになったし、めでたしめでたし。帰りにロンドンに寄って観光を楽しんだ俺たち。残念だけど、そろそろパリに戻るとするか。ここでワールド内のクリア状況がわかるですよ。一度行ったルートなら直接ワープもできるですからね。